どうも、皆さん、こんにちは。着松です。本日はですね、いやー、今年はね、来ないと思っておりました。ということで、早速参りましょう。本日はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、各ホテルポイントから交換していただくと30、30%増量キャンペーンが来ましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、昨年ね、8月ぐらいに来てたと思うんですけども、まあ、今年はね、ちょっと遅く、9月のね、後半にこちらはね、発表、発表っていうかね、まあ、公式サイトができただけで、まあ、実際の開始はね、10月からっていう風になるわけなんですけども、まあ、2023年もね、来ましたということで、待ってた方もね、多かったと思うんですけども、各ホテルポイントからですね、ユナイテッド航空のね、マイルに交換すると30、30%増量がね、いただけるっていう風になりますんで、 かなりお得ですよね。なんですけども、まあ、ここら辺のね、注意事項等々もね、含めて今回ね、解説やっていきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、こちらがですね、公式サイトっていう風になりまして、キャンペーン開始前ですということで、こういった感じのね、表記になってまして、えっとね、規約だけ見ることができるっていう風になってるんですよね、こちらでね。ですので、気になる方はね、こちら見ていただくのと、ま、今回のキャンペーンね、2023年の10月1日、午後2時以降にね、開始になるっていう風になりますんで、こちらね、エントリーが必須になるね、キャンペーンっていう風になりますんで、 ひとまずですね、10月1日午後2時以降にですね、確実にエントリーしてからね、今回のね、キャンペーン、えー、利用ね、していただければな、なんていうふうに思います。で、ちょっとね、利用規約見ていきたいんですけども、ちょっとね、かなりわかりづらいので、私の方でね、ちょっと要約させていただきました。では、こちらはね、規約になっているわけなんですけども、えー、各ホテルポイントからユナイテッド航空の前に交換していただくと、30%増量キャンペーンっていうふうになります。で、期間がですね、2023年の10月1日午後2時、 2 2023時時から13年の11月の11 1月日13時59分こちらね、日本時間っていう風になっております。こちらちょっとね、私の方で日本時間に切り替えさせていただいておりますんで、規約を読むとね、米国標準時間とかに、ね、なってると思うんですけれども、この点はね、覚えておいてください。で、エントリーがね、必須になっておりますので、 エントリーね、確実にするようにしてくださいね。で、またね、今まだね、エントリーができないっていう風になりますんで、まあ、LINE のね、リマインくんとかかけていただいて、確実にエントリーしてからね、ポイント交換するようにしてください。で、今回の特典ですね、えー、最大30%ボーナスマイルということで、各ね、ホテルポイントからユナイテッド航空のマイルに交換してやると、通常のね、30%のボーナスマイルがね、もらえるっていった味になります。で、上限がですね、このボーナスマイル分が、 え、最大2万5 0マイルまでもらえるって言った感じになります。で、各ホテルポイントから今回ね、ユナイテッド航空の前に交換していただくわけなんですけれども、こちらね、参加ホテルプログラムがですね、まだね、規約の方に えー、見れないっていう風になっておりますので、多分去年と同じになると思いますので、これはね、2022年のね、参考にさせていただいておりますので、一応、この点はね、覚えておいていただきたいんですが、えー、マリオット、IH、アコーホテル、キルトン、ラディソン、チョイス、プリビレッジ、ハイアット、ウィンダム、シャングリラということで、このホテルプログラムのポイントを、ユナイテッド航空の前に交換していただくとですね、 30増量って言ったちになりますで、このボーナスマイルの冬時期は2024年の1月の31日というふうになっておりますんで、まあこのキャンペーンね、11月の1日までね、やっておりますけども、ボーナスマイル付与されるのはね、2ヶ月以上ね、先っていうふうになりますんで、えー、すぐね、交換してすぐ使いたいみたいなね、そういったことは利用することができませんので、この点をね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。で、今回ですね、上限がね、2万5000マイル。まあ今 今までねと同じなんですけども2万5000マイルまでがボーナス上限っていうふうになりますんでまあ、ほとんどね交換される方はですねマリオットからね交換される方がまあほとんどだと思いますので、えー、マリオットからね交換例をちょっと見ていきたいなと思うんですがこちらですねマリオットから6万ポイント交換していただくと3万枚にね交換することができます。 こちらね、去年まではね、もうちょっとね、27,500マイルぐらいまでね、ポイント交換率、ね、低かったんですけども、2023年のね、冒頭ぐらいから6万ポイントで27,500だったのが、3万マイルね、交換に上がったっていうふうになりますんで、2023年ね、 結構ね、回復が続いておりますけども、このね、マリオットからユナイテッドのね、ボーナスマイルっていうのはね、かなりいいですよね。ですので、6万ポイントで3万マイルにね、交換することができます。これが通常分という風になりまして、今回のキャンペーンね30、30%増量が入りますんで、プラスで9000マイルということで、6万ポイント交換すると、3万9000マイルにね、 交換することができるってになんですよねこうやって見るとね、本当にすごいですね。このね、3万、6万ポイントね、交換すると3万マイルに、ね、なりますよっていう時に話したね、これが本当にね、実現するって言った形になりますね。これは本当にすごいですね。こうやって見てもすごいですもんね。はい、6万ポイントが3万9000マイルですからね。かなりの破壊率ですよね。で、今回のキャンペーンね、2万5000マイルまでが上限っていう風になっておりますんで、 これがね、上限いくつなのかっていう話なんですけども、それがこちらですね。6万ポイント交換していただくと3万マイル。で、30%増量で3万9千マイルですね。で、こちらね、こういった形になっておりまして、12万ポイントだったら7万8千マイル。18万ポイントだったら11万7千マイルということで、こちらね、2万5千マイルが上限っていう風になりますんで、ここがね、ちょっと微妙なラインですね。こっちだったらね、マックス取れてるんですけども、えっと、十八万ポイントまで交換しちゃう ととちょっっれるるていう風になるんですよねですのでまあここはねお好みになるかななんていうふうに思うんですけれどもこのね2万7,000まではもらえないんでね2万5,000が上限っていうふうになりますんでまあ マックスもらうってなると、やっぱりね、こっちになりますかね。はい。ですので、上限はね、12万ポイントで考えておくとね、今回のキャンペーンマックスで取れるかな、なんていうふうに思いますので、まあちょっとね、えー、ここはね、お好みになるわけなんですけども、こういった感じになりますんで、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。 それでは次にですね、今回ね、ユナイテッド航空の前にね、交換するっていう話になりますんで、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスの基本情報をね、おさらいしておきたいなと思うんですけども、まずね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、何がいいかっていうと、 まずね、えー、発見ですね。片道から発見することができます。こちらね、国内線でも国際線でも、えー、片道発見ができるっていう風になりますんで、ANA マイルとか JAL マイルだと、親族の方にしかね、発見することができないですけども、ユナイテッド航空の場合はね、誰にでも発見することができます。またね、ANA の国内線、国際線発見することができるんですけども、こちらね、当日発見も可能っていう風になっておりますんで、まあ今日どっか行こうかな、みたいな感じで、マリオットからユナイテッド航空に交換して、即日発見する。 みたいなねまあそういったことも理論上は可能って言ったがちになりますで有効期限ですねユナイテッド航空マイレージプラスの場合は有効期限がありませんので貯まったマイルをね執行するっていうこともございませんで 国際線のね、燃油サーチャージはありませんということで、今ね、ANA マイルとか JAL マイルとかで ANA、ANAJAL ね、発見してしまうとね、燃油サーチャージかかってくると思うんですけれども、ユナイテッド航空の場合はね、燃油サーチャージかからないって言いたがちになります。ですけども、ちょっとね、国際線に関してはちょっとね、解約が入りましたので、これはね、ちょっと後で解説させていただきます。で、おすすめの路線ということで、今ね、このユナイテッド航空のマイレージプラスのね、おすすめ路線っていうのは、基本的に、 えっと、上級者向けのね、エクスカーショニストパークっていうのはね、まあちょっと他の動画出てるんで、まあそれね、見たい方はそっち見ていただければなと思うんですけども、エクスカーショニストパークっていうのはね、非常におすすめなんですけども、まあ普通の人誰でもね、あのお得に利用できるかっていうと、まあ結構上級者向けで、 あの、かなりね、自由が利かないとね、利用するの難しいかなって、個人的には思いますので、まあ、基本的なおすすめ路線っていうのは、このね、ANA の国内線が800マイル区間ですね、羽田であれば、沖縄、石垣とかね、そこら辺以外は、すべてね、5500マイルで発見することができます。ですので、伊丹でも福岡でも札幌でもですね、片道ね、5500マイルから発見することができます。で、またね、伊丹空港メインの方はですね、福岡でも札幌でも沖縄でも全部ね、 5500マイルで発見することができるっていうふうになりますんで、伊丹空港メインの方はですね、本当にね、国内どこ飛んでもね、基本的に5500マイルで行けるっていうふうになりますんで、これはね、非常にお勧めっていたはになります。で、801マイル以上の区間ですね、羽田とか沖縄は片道ね、9000マイルで利用することができるっていたはになります。で、またね、国内線に関してはね、ANA のね、国内線の特典航空券が発見できて、 経由便もね、利用することができます。ですので、羽田から福岡に行こうと思った場合、羽田、沖縄、福岡みたいな。まあ、こういった経由便も、片道5500マイルからね、2つの飛行機乗ってるんですけどね、利用することができるっていう形になります。で、こちらもですね、ちょっとね、解約が入りまして、国内線に関してはですね、今までね、この、こういったルートを取るとですね、羽田、沖縄で1泊で、その次の日に、 沖縄、福岡みたいな、こういったこともで、ね、できたんですけども、今現在はこのね、日をまたぐような乗り継ぎっていうのはね、できなくなっておりますので、まあこれもね、全部当日中に移動するルートしか今もうね、出てこなくなったっていうふうになりますんで、このね、まあこれもね、火薬で動画出しましたけども、この経由便でね、あの、一泊して次の日福岡行くみたいな、まあこういったことはね、できなくなりました。まあこの点はね、覚えておいてください。で、 変更キャンセルがですね、ユナイテッド航空の場合はね、無料っていう風になりますんで、特典予約してね、まあお子様が風邪ひいた予定が入ったとかね、そういった場合であっても、えー、無料でね、変更キャンセルして、マイル戻ってくるっていう風になりますんで、これはね、非常に大きいですね。はい。 で、しかもね、あの、ネットで、あの、全部利用することができますんで、これもね、あの、かなりね、おすすめポイントっていう風になります。で、先ほどね、ネイルサーチャージのね、話をさせていただいたんですけども、このユナイテッド航空のマイレージプラスの国際線のね、発見っていうのは、ANA とかね、ユナイテッド航空の便とかね、まあ、いろんな航空券が国際線も発見することができるんですけども、動画で出させていただいたので、詳しくはそっち見ていただければなと思うんですけども、このね、国際線のね、必要マイル数っていうのが、 年の5月ぐらいだったと思いますけれども、えー、解約になってしまったんですよねですので、えー、東京からねロサンゼルスとか行こうとした場合、えー、5万5000マイルとかねそのぐらいかかっ ちゃうんですよねハワイとかも47,500とかね、ほぼね、今までの必要マイル数の倍にね、上がってしまったっていう風になりますんで、このユナイテッド航空のね、マイルで国際線っていうのは本当にね、短距離、まあ、グアムとかね、だったらね、1万5,000とか2万とかで行けると思うんですけども、片道ネ、ね、イサーチャージなしでね、っていう風になりますんで、短距離路線だったらね、まあ、いいのかななんていう風に思うんですけども、ハワイとか北米のロスとかニューヨークとかね、行こうっていう場合は、このユナイテッド航空 ののねマイレージプラスで行くっていうのはちょっとね、お得感はなくなってしまいましたので、まあ、年収者じゃあかかんないんでね、まあ、その点はいい点ではあるんですけども、ちょっとね、必要マイル数かなり上がってしまいましたので、そこまでしてね、あの、ユナイテッド航空のマイルでね、行かなくてもいいのではないのかなと思います。それにね、アメリカン航空とかね、アラスカ航空とかで、えー、エコノミークラスでね、行った方が、まあ、同じくね、年収者ーチャージかからないで利用することができるっていうふうになりますんで、そちらがね、おすすめっていたがちになります。 ということで、今回ですね、各ホテルポイントからユナイテッド航空のマイルに交換していただくと30、30%増量キャンペーンがですね、とうとう来ますということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、動画内でもね、言ってる通り、あの、え、ユナイテッド航空のマイルジプラス自体もですね、解約が入ってきておりますので、まあ、ご利用はね、あの、本当に使う分だけっていうふうにしてください。このね、ユナイテッド航空のマイルっていうのは、まあ、解約ね、まあ、外資系はどこもそうなんですけども、事前アナウンスってないんですよね。 ですので今ね ANA の国内線の特典航空券ね、5500マイルで発券することができますけども、まあ明日ね、1万マイルになるとかね、まあこういったこともね、ありえるっていう風になりますんで、溜め込みすぎないようにね、していただければな、なんていう風に思います。まあ使うんだったらね、使う分だけ、まあ持っといておくのがね、いいのかな、なんていう風に思いますので、この点はね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします私。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE、公式アカウントや やってますんで是非ねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。